てか今の環境でさ、パラドックスポケモン使わないのはもはやナメプの領域だよな、多分。色違いねえかな。なんか見てんだけど。見てんじゃねえや。おい。お、買った、トドロク付き。やったねって何何やったねって。怒った相手。おー。特殊なんだけど、こいつ。リュウマイして特殊。ふざけんな。やけど負っちゃった。やべえ。あ、やば。あ、やば。あ、やば。あ、耐えた。耐えたけど死んだ。悲しませまいと。ちょっとピンチで泣きそうバイバイお前、ピンチで、やけどで死にます。ういー、かっけえ。リザ頼む。あー、もうお前手間かかんな、バカ野郎。あ、おい、お前持ちこたえろや、悲しませまいと。大丈夫、ボックスにはたくさんのポケ…てて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 、目の前が真っ暗になった疲れて動けないなったポケモンたちをかばいながら、クザは急いで安全な場所へ戻るのだった。金なくなんの、知らなかった。そうなんだ。ちょっとじゃあリスナーの皆さん、鉄の系こじりたいんで、余った鉄の系、どうせ鍛えるから、どんなステータスでもいいよ。俺こじー、ちょっとこっちも残飯出すんで、モノズと。 ありがとう。鉄の毒がこんな感じなんだ。ん、なんかえ違うよな。違うよね。ん、あれなんかこんな感じだったっけ。あれ、こんななんか塗装足りてなくない。あれ、あ、これ色違いですか、これ色違いじゃない色違いじゃん色が違うんだけど。出荷前の鉄の毒がじゃん、これ。いや、くれべありがとう、うん、ありがとういや、だからさ、出荷前なんだって、これ関係者しか手に入れられない色してんだって、これ。これさ、業務用鉄の包みじゃん、これいやねえ、俺その縁で捕まえたモノズだよ。いいの、いいんか。俺色違いパーティーになっちゃうんだけど、これ当然のよあ、しかもダイブボールだ、こだわられてる。いいの、本当にありがとう、モノズで。ありがとうございます。いや、だから関係者なん、未来ポケモンのみんなありがとう、ありがとうございます。ちょっとね、色違い率 100% だ今んとこ。いいのに、色違いじゃなくてもありがとう。しかもなんか称号ついてたぞ。ちょっと待って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 、わかんない、俺が知らないだけで通常色の可能性が出てきた。これが時々見る。へえ、何これ。道連れとかなんだ。道連れアンコールソウルクラッシュ、育てられてるおいおい、使えるよ、ブーストエナジーまでついてるわ。どうしよう、ちょ、神で一回神で荒らしてからペリッパ出すか。神で荒らしてペリッパブロゼル、逆に神、特防は高いからさ、認む程度の火力なら、まあムーンフォース連打で打ち勝てるでしょ。ういおお、チェルトボンジー、はい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 、はい、ミミッキュ影打ちね。いいよいいよ、お前ボコボコにしやろ、お前しやほえペルペル。てかシャドボだったら死んでたかな。はい、影打ち、はい、ゴツゴツメーッ。いや、熱い熱い熱い、これは熱い。これであと火力指数9万超えで潰すだけ。はい、でボント返りで、ここのミトムの着地に合わせてボント返りです。お前の皮剥いじまうぞ。はい、ここのミトムに合わせて、はい、だからどうしたと。はい、お前火力指数9万の餌食だよ。あー、ごつめ気持ちいい。ぶっ飛ばすわ。私の火力指数は53万です。
悪事はないか。待って待って待って、いやまあさすがにウェーブタックル。意地っ張りですが、私の素早さは最速ドラパスカーフ抜きです。デスビーム。ブレー、黒柳徹子じゃねえよ。あなたやんちゃうじゃん。私のね、私のフローゼルはね、53万です。ま、髪切るかってか、受かるくねこれ。俺なんかこれ受かる気がする。はい、受かります。急所じゃなきゃ受かる気がする。おおほほほほほ、イエーイ。マンダです、ありがとうございました。マンダの威嚇をペリッパで受けて、うわ待って、怖い、これなんか怖い。威嚇だし特殊だったらどうしようって感じでもあるし、待って、リュウマイ積まれて俺がここで羽休めが一番まずいのか。これボントか、ボント帰りかな。1枚されたらさすがにマンダの方が高いよな。神木、うわ怖いんだけど、なんかされそう。あ、ダブルウィング、はい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 。1枚、2枚までなら大丈夫説ない、ワンちゃん。2枚されたらやばいか。え、わかんないんだけど、待って、2枚とさ、2枚マンダと、わかんねえ、これ超わかんねえ、ちょ待って、俺ちょっとフローゼル信じるわ。あ、ダブルウィングだ、ごつ耐えたし、しかも、え、わかんないわ。ちょ待って、2枚最速マンダとフローゼルどっちが速い。オッケー、え、アイススピナー、にゃーん、あ、やばい、フローゼルを信じてウェーブタックルにすべきだった、やばいかも。あ、大丈夫だった、ドラゴンだった。最速フローゼル2倍速でも100族2枚、いや、このフローゼル100、196、勝った。え、ねえもう耐えて、ちょ、 H に振ったし、あ、やばい、終わった。え、ちょ待って待って、ちなみにテラスタルウェーブタックルの方が入った、ワンちゃん。え、どんだ、どういうこと、ヤチェの実とかさ、マジね、5つ目の判定とどっちが早い。あ、ウェーブの方が入ってたね、これアイコにしない。え、どっち、ええ、どっち、あー、さすがにね、さすがにか、ヤチェの実、ヤチェマンダか。そこ何流行ってんのこれ。まあちょっとやってみよう、ステロアクビ軸、ステロアクビ神軸やってみよう。マスボ行くまでに結構、うう、出たわ、トドロクツキ、きたー。リュウマイクッソされんのかなこれ。ドドゲザンに強いポケモンってなんだっけ。うん、これまずいな。あ、やべえ、起点にされた、あ、やばい、超まずい、超まずいです、まずい。マジシャ入れとけばよかった、やべえ。しかも回れるんだったらリフレクから積むべきだった。終わりですかこれ。なあ、ポケモン変えられないのはどうなん、ゲームとしてよ、おかしくねえか。うわー、滅びの歌入れるか。もうどうせ挑発持ちにはこいつ出さないんだし、滅びの歌かマジシャ。やべえ、先制技ねえから、これマジで積んだくさくねこれ。無限リュウマイ編始まった。ブラッキーで受かるわけもなく、羽ばたく神で上を取れるわけでもなく、なんかワンチャン HB だしさ、受かんない、無理かな。お、受かりそう、あ、受かるわこれ、5発出なければ。あ、受かったし、これ何やってんだこいつ、ドラゴン技入れてないの。あ、こちらリフレクター、やったー、突破した。あ、ドラゴン技か今のが。でも3回でしょ、3回だからリフレク偉大だ。てかブラッキーが偉大すぎる、6枚下スケールショットリフレクあるとはいえ耐えまくったな。ここも積みだ、積んでくるタイプだったらマジで許せないけど、まあここはしっかり守るから入って技を見よう。うーん、トリックね、はい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 、トリックかってことはスカーフだから次の動き縛られてるな相手。これもうムーンフォレンダか。で、これでエナジーで S が上がっても、メガネちょうだい、メガネ。
ね、メガネくんない？高校の尻尾やめて。あ、でも高校の尻尾あれか、相手の方が早かったから。やった、メガネだ、勝った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 、ムンフォ連打します。ありがとうございました。 S1.5 倍 C1.5 倍アイテム2個、リテキトリック感謝。てかいいじゃん、リフレックブラッキー。あれ5発も受けれてない？なんなら多分トドロク付きの。こだわりスカーフとメガネ、おっしゃれー。スカーフつけて、はい、おめかししようね、頭にハートつけて、おしゃれなメガネかけて。うわ、いや、でも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 、ムーンフォー普通に打ち合いこっちの方が強いんじゃない？何になるかだな、テラスタイプ。ドラゴン技は効かないから、ラスターカノン、一回引いてマジカルフレーム打つか。S は絶対負けないから。んだよ。まあ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 、等倍で。うーわー。まあまあ、こっちも D 高いんで。これ打ち合い勝ってる説ない？それは言い過ぎ？これ、あくび打ちはいいもんな、普通に。ブラッキーはな、もともと D 高いんだな、これが。守って変なの積まれるよりも、あくびポッといっちゃうか。ああ、勝った。いや、いいわ、ポケモン面白え。ブラッキー強え。